小野さん、神谷さん、はじめまして。早速相談があります。この春高校入学と同時に北海道から上京しました、その学校は私立で学年の 90% が中等部からの持ち上がりなんです。なので周りが知り合いがいなくて不安です、部活に入ろうと思っているのですが、それすらかなり戸惑っています。現在超チキンな私でも友達を作ることができる方法を教えてください、だって。これはね、僕はその相談には答えられないですね。なぜなら僕は友達作るの苦手だからです。僕も友達いないんだよね。そうですか。いないですね。なんか仲良しが多い感じが、人見知りなんだよすごく。ははだから初めて会った人と仲良くは喋れないの。ほら構えてしまうんだよね、どうしても。はいだから必要以上に喋るか全く喋らないか、どっちか。あ、分かる。なんかどっちかになるのは分かる、その中間はないっていう。当たり障りない会話ができないの。じゃあ2人ともギブアップということで。バカじゃねえよ。お前バカだな。バカだバカだとは思ってない。バカバカっていうやつが。でもゆずさんは北海道にいて、東京に、練馬区って書いてあるから、練馬に越してきたんだですね。その覚悟ってすごいよね。一人暮らしなのかな。どうなんでしょう。それは心細いよね。それはでもね、友達って作ろうと思って作るもんじゃないから、いつの間にか、なんだろう、友達になってるっていうパターンが多いじゃない。なんか自分で作ろうっていうふうに思わなくてもできるものだと思うんだけどな。そうです。自然とっていうのが多いですよね。まあ始まったばっかりだからさ、そう不安はあると思うし、できるんだろうかっていうふうにさ思う気持ちはわかるんだけど、もうちょっとね様子見てみてもいいんじゃないかなって思うけど。そうですね。あんまりこう背伸びをするとこれまた、まあまだね始まったばっかりなので、また何ヶ月かして送ってみ、来てみてくださいよ。やっぱりできませんとか。やっぱりできませんって言われたら真剣に考える。考える。真剣に、考える。真剣に考える。さっきさ話してたことはさ、非常にくだらなくてちょっとなんか言えなくなってきちゃったもんね。何が？楽屋ね。どうやって作ったらいいんだろう。それはさ、とりあえずチャックとかずっと上げてたらいいんじゃないみたいなさ。注意するからね。君空いてるよみたいなところから会話が始まるじゃんみたいなことを言ってたんだけど。始まるけど友達にはならないっていう。それは。ならないかもね。いや。チャック常時空いてる人ですよ。単純にさ、単純に友達を作るにはどうしたらいいですかって質問だと思ってたんだけどさ、はい、読んでみたらさ、北海道から上京でしょ。それは深刻だなってちょっと思ったから、マジで答えなきゃいけない。そうなんですか。いや、いいと思いますよ。そのツッコミどころをチャックじゃなくてもいいじゃないですか。チャックはまずいでしょ、やっぱり。まあ女の子、ね、女の子だしね。だからこう、なんだろう。何かな、こう、もう北海道ならではのものとかがいいんですか。もう、なんか、語尾にさ、はい、なんとかどさんとかどさんこみたいなこと。おい、バカにしてんのか。北海道さ、それしか思いかなかったんだよ。それしか、しかも。こら、カニとか。カニとかね。ウニとか。あ、だ、お弁当がカニとか。魚介類。ああ、そう。新鮮な。お弁当が味噌ラーメンとか。お弁当が味噌ラーメン、それツッコミどころだよね。毎日なんでしょ、だって。そう、毎日味噌ラーメンだね、みたいな。ゆずちゃん、今日のお弁当何？味噌ラーメン。なんで低い声なの？味噌ラーメンどさん。どさん乗っかっちゃってんじゃん。ちょっと気に入っちゃった。そんな感じでいいんじゃないですかね。そんな感じでいいのかな。ちょっと隙を見せるのも面白い。残念な相談結果になってしまいましたけれども、必ず何ヶ月後かにまたメール送ってください。よろしくお願いします。その時もしできてなかったら真剣に考えます。もう以上のようでいかがでしょうか。はい。